喫煙による死亡者の数で、日本は世界のワースト6位でした。2019年に喫煙が原因で死亡した人は、世界で769万人に上り、日本は20万人と世界で6番目に多かったことが分かりました。イギリスの医学誌によりますと、国別で最も多いのは中国で、インド、アメリカと続きます。 人口10万人当たりでは日本は156人と世界平均の99人を上回りました。